こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。北朝鮮のミサイル発射も最近ではその頻度は下がってきている。ではなぜ韓国はそれに対応しない状況とは、現在の韓国は何より北朝鮮や中国の方を向き始め、日本を牽制している、反日を煽り政治的優位性を見出している。韓国政権は米国をも牽制しているのは、最近のグソミア問題でもこじれているのがわかる。もう一度破棄などと言い出すと、さすがの米国も愛想を尽かす状況になるだろう。韓国は諸外国から見ると孤立している状況とは理解していない。ではミサイル防衛の観点から日本はどれほどの脅威と、実は北朝鮮と韓国は休戦状態ということをすっかり忘れている。困難ある時どんな事態へと情勢が傾くのかと思うとヒヤヒヤものだ。では日米での連携は強固なものになっている今、迎撃の観点からこの事態を見ていこうと思う。周辺国の動向もわかるように。それでは本編スタートです。日本とアメリカとが共同で開発を進めている兵器に SM-3 迎撃ミサイルがあり、導入時期によってブロック 1A、ブロック 1B、ブロック 2A など複数のバージョンが存在しているミサイルである。日本においては主に北朝鮮の弾道ミサイルの脅威から自国を防衛するための、いわゆる弾道ミサイル防衛の要といえるものだが、お隣の彼の国ではこの SM-3 ミサイルをめぐる政治的な問題が深刻な様子だ。これは日本以上に地理的、経済的、そして政治的に中国と近い韓国が自らそうした状況に陥った、いわば自業自得的な状況だとも思えるが、つい北朝鮮を考える上で追い込まれた結果とも言えるだろう。こうした状況は2017年に在韓米軍がサードを配備したことに対して中国が著しい反発を示したことも一因となっており、韓国政府は米中の板挟み状態に置かれた。もともと韓国は北朝鮮の弾道ミサイル対策としては SM-3 迎撃ミサイルの導入を検討していたものの、やはり中国の反発姿勢が明らかであるため、前のパク・クネ政権ではこれを断念して中国におもねった形となった。しかし現在のムン・ジェイン政権は日本から見れ媒外に感じられるかもしれないが、この SM-3 迎撃ミサイルの導入には積極的であり、その意味では中国からの圧力はありつつも北朝鮮の脅威に対抗する道を選んだとも言えそうだ。今回韓国は2028年までに建造予定である3隻の新型イージス艦において事実上 SM-3 迎撃ミサイルの採用を決めたと言えるのだが、なぜわざわざ事実上という言葉をつけたかという点がポイントだ。仮に韓国政府が SM-3 迎撃ミサイルそのものの導入を認めれば、それはその特性上アメリカ軍の弾道ミサイル防衛網の内側に韓国が組み込まれたことを意味し、中国への言い訳ができなくなる。そこで韓国政府としてはあくまでも SM-3 迎撃ミサイルだと断定するのを避けて、事実上は
その導入にあたる決定を公に認めるわけにはいかないという。どこから見ても、歯切れの悪い見解を表明することとなった。一方、韓国では、国内的に見れば対日強硬路線を貫かざるを得ないという方針もあり、この意味から、日本とアメリカと共同開発した兵器をそのまま導入するとは、表明できない状態とも見られなんとも苦しい状況に置かれられている。そもそも、韓国政府は中国に対し、2017年10月に三農原則と呼ばれる政治方針を打ち出しており、これが先の在韓米軍へのサード配備によって、中国との関係悪化を懸念して、示された足かせとも言うべきものなのだ。この三農原則とは、1韓国内へのサード追加配備の拒否、2アメリカの弾道ミサイル防衛への不参加、3日米韓での軍事同盟締結の否定の3点が表明されたもので、中国に配慮した末の政治的産物と言える。これをこのまま地面通りに見れば、韓国はアメリカよりむしろ中国になびいているとしか言いようのない事態であると言わざるを得ず、かつての李氏朝鮮のように中国は自国の属国化に成功したと感じていることだろう。アメリカ軍が考える弾道ミサイル防衛は、ミッドコースと呼ばれる中間の段階と、ターミナルと呼ばれる最終の段階という2点に対応する兵器によって、構成されているということが可能だ。このうちの前者の中間の段階というのは、標的となる敵の弾道ミサイルが宇宙空間上にある時点を指しており、SM-3 迎撃ミサイルは、この状態での迎撃に用いられる兵器となっている。そして、もう一方の最終の段階というのは、敵の弾道ミサイルが再び大気圏に突入した後の時点を指し、ここにおいて、比較的高度な位置で迎撃するのが他度だということができる。ちなみに最終の段階でサードの迎撃位置より仮想の飯和場本島の意味での最後の迎撃手段がよく知られた。BAC-3 パトリオットミサイルであるが、これにあたるミサイルも韓国は独自に用意している。厳密には独自といっても、ロシア製の S-300 迎撃ミサイルの技術を導入して国産化した MSAM と呼ばれるミサイルなのだが、さらに韓国はロシア製の S-400 を元にした LSAM も開発中であった。これなどトルコがロシアから S-400 ミサイルそのものを導入を実施したことに不快感を示したアメリカが、予定していた F-35 ライトニング2の輸出を中止したことを考慮すれば、韓国の立場も相当に微妙だと感じられる。そもそも韓国は SM-3 迎撃ミサイルは中間の段階、つまり自国へ落下してくる以外のものまで理論上迎撃可能となるため、中国を刺激しかねないと考えて、その採用を明言できずに来たのだ。どっぷりと西側諸国たることを前提にしている日本からしてみれば、ロシア製の兵器技術を採用している時点で、韓国とはいかに立ち位置が違うものかとも改めて思い知らされる思いがある。